格闘技イベントブレイキングダウン6のオーディションで泥酔状態で参加し、他の参加者らに暴行を加えた出演者に被害を受けた YouTuber の尾形ゆりなさんが宣戦布告した。27日に公開した動画で2人への宣戦布告を行った。泥酔状態で参加したのは TikToker のイータロさんとグラビアアイドルのミラタムさん。会場で暴れるなどした2人の行動に共演者らがツイッターで苦言を呈する事態となっていた。覚悟しとけよマジで、尾形さんはミラタムさんとイータロさんにパイプ椅子で攻撃されるなどし全治4週間の怪我を負ったなどとツイッターで告発。ブレイキングダウンの公式映像ではそのシーンが編集でカットされていたとも伝えている。被害を負った尾形さんは27日自身の YouTube チャンネルで、おい聞け、ミラタムとイータロの動画に物申すブレイキングダウン6と題した動画を公開。2人への思いをぶちまけた。イータロさんは飲酒や暴行の事実を認める謝罪動画を公開しているが、尾形さんはその内容に以前から不満を示していた。今回の動画でも尾形さんはまず最初にイータロさん、あの動画で謝る前に直接謝りに来てもらってもいいですか、炎上が怖くてああやって謝り V 動画出してるのかなんか知らないですけど、筋道通して謝りましょうよと指摘。炎上怖いと思うんだったら最初からガキみたいな行動するんじゃないよって思います。ヒール役でせっかく自分でエンタメを盛り上げたいと思ってきたんだったらとことんヒールエキしろよっていうのが感想なんで、とした。イータロさんに対し、対戦が決定しているミラタムをやった後、次はお前を処刑したいと思うんで覚悟しとけよマジで、と宣言。ミラタムさんが体重差について不満を述べていたことに絡めて、お前はガタ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 体重とか言ってんじゃねえよマジだせえから、体重体温持って言うんだったらそもそも喧嘩うんな、2対1と武器使わないとできないんだったらそもそもブレイキングダウンでんな、気色悪いなガキが、とした。